はい、カズです。今日は、BTO パソコンを買ってみたということで、こちらのサイコムのプレミアムライン、X299FD というのを買いましたので、開封動画を撮ってみたいと思います。まずサイコムを選んだ理由なんですけど、私はこれまでずっとソニーシンジだったのにバイオを使ってきたんですけど、ご存知の通り、バイオがソニーから外れたということで、これまでは、バイオの中から型を選んでカスタマイズして買っていただけなんですけど、それが、もうバイオも、デスクトップもやらなくなってしまったんで、困ったなと思っていました。で、1年半ぐらい前に、ノート PC を買うことになりまして、せっかく買うので、高性能でいろいろカスタマイズできてっていうパソコンなんかないかなって探していたんですね。で、買ったのがこちら、G-Tune のノートパソコンですね、を買いました。別にゲームをあんまりやるわけではないんですけど、高性能でってところで行き着いたのがたまたまゲームパソコンだったということです。というのと、あとノートでいろいろカスタマイズができるところで安いパソコンっていうと、ここなのかなっていうところに行き着いてます。あとロゴがなかなかかっこいいところも大事かなというところがあったんで、これ買いました。ということなので、デスクトップパソコンも当然 G-Tune を買おうと思っていまして、で、G-Tune のマスターピースとか、ケースがすごくかっこいいので、もうそれに決めようと思っていたんですが、いざ買うとなった時に、インテルから Core-X という新しい CPU が出るということなんで、それを待っていたわけなんですけど、Core-X が発売されてからなかなか G-Tune さんから PC が出てこないということで、結局9月には発売されたんですけど、ちょっと待ちきれずですね、いろんなドスパラとか、パソコン工房とかで、カスタマイズのシミュレーションをいろいろしていたんですね。で、当然サイコムさんもやりました。で、サイコムさんをやった時に、カスタマイズするパーツの、型番とか、性能とかっていうところまで、選べるようなホームページになっていたので、当然いいものが欲しいなと思って、性能のいいパーツをどんどん選んでいっていたわけで、そうすると値段も高くなってしまうんですけど、納得、その分性能がいいので、納得できる値段かなというところだったというところもあって、いろいろそういうシミュレーションをしていました。で、サイコムさんでそういうシミュレーションをしているうちにですね、他のショップさんとかで、言い方悪いですけど、どこの馬の骨ともわからんような部品を組んだものにはちょっと戻れなくなってしまいまして、というところと、あと、サイコムさんの、今回のプレミアムラインなんですけど、ケースも、G-Tune さんほどではないんですけど、シンプルでなかなか悪くないケースだなというところもあったんで、サイコムさんで買うことに決めましたというところです。はい、ということで、長くなりましたが、開封の方していきたいと思います。はい、箱がでかいんですよね。まず、なんだろうこれ。すごいな。品質保証書、ユーザーズガイド、あと組まれてるパーツの説明書ですかね。はい、なんかすごいですね。プレミアム感が本当に出てますね。はい、あとこれ箱、これ
これプレミアム9で印刷されているように、これ専用の箱みたいですね。もう箱からもうプレミアム感が出てますというところですね。はい、で、次は何だろうこれ、組んだパーツの残りの部品みたいですね。はい、なぜか一個だけ藁でゴロッと入ってますが、出ちゃったかな。はい、でこちらが電源ケーブルとケースのアクセサリーですね。で、これなんだろう。ああ、これマザーボードとか。まあ、これも部品の余りですかね。これなんだろう。あ、これマザーボードのカバー。で、箱の中にまた箱なんですけど、ケースのガイドか、どうしようかなこれ。来ました。やっと出てきました。よいしょ、あれなんでこっち側なのかな。はい、天板もついてますね。はい、よいしょ、横はこんな感じです。はい、ケースは黒の、このクリアのオプションがついているものにしました。はい、で中はこれ外れるのかな。まあいいか、その後でやるか。中はですね、映ってるかな。CPU がインテルの、Core i7-7820X になってます。で、マザーボードが MSI の、プロカーボンですね。 X299 のプロカーボンになってまして、CPU は水冷になってます。で、グラボが、MSI の、ゲーミング X、GTX の1080ですね。1080Ti か。Ti の、ゲーミング X がついてます。はい。じゃあちょっと、この後部屋に設置してみようと思います。